皆さんこんにちは、こつぶです。さて今回はタイトルにもあります通り、こつぶモンベルで20万円分爆買いしてきました。お財布すっからかーん。これなんでかというと、今までバイク旅の途中に全国巡りながらいろんな山を日帰りで登ってきたんですけど、バイク旅の途中にはまったので、登山用品としてちゃんと専門の特化された装備を持っていなかったので、最低限登山靴とあとはバイクウェアとか兼用できるものを駆使しながら難易度の低い山をちょこちょこ日帰りで登っていたわけなんですが、日本一周のその旅を終えまして、次はね日帰りだけじゃなくてテント泊や重装もやってみたいなと思うようになりまして、今まで日帰り登山しかしてこなかった人がテント泊重装をするにあたって必要なものは何かっていうのを登山地図アプリのヤマップのスタッフの皆さんに教えていただきながら、ヤマップストアで装備を整えてもらって福岡のね地元の山宝満山まで登りに行って実際にテント泊をして過ごしてみるっていうのをやりました。そこでヤマップさんと一緒に過ごした経験を踏まえて自分で山道具を買い揃えてみました。日本の山に登るってなったら結局一番ちょうどよくて何でもあるのがモンベルじゃんってなって、最終的にいろいろ回った上で結局モンベルに行って自分で揃えたいものリストっていうのをメモにしていったんですけど、もうそれを店員さんに丸々渡して、これ全部教えてください、教えてくれたやつ全部買いますって言ってほぼほぼモンベルで揃えてきました。というわけで今回はその中身を紹介したいと思います。リュックですね。アルパインパック60ウーマンズ女性用のグラファイトブルーというカラーのリュックでございます。本当はなんかこうノースフェイスの真っ黒のリュックサックみたいにシンプルでかっこいい装備が私は好きで、ひとたび女性用と名前がつくと急になんかすごい明るい色になったりとかしていて、なかなか気に入るものがなくて、このシリーズのこの色が一番落ち着いていて、まあこれならいいかなっていう感じでした。これねすごい軽量なんですよ。 1.61kg、 軽い方の部類です。すごいシンプルですね。ロールアップ式になってます。この上からしか入んないようなシンプルな形に構造になっています。この黄色いシャカシャカのものがですね、アクアバリアサックっていうもので、雨が降ってもザックカバーつける必要がないんですよね。はい、こんな感じで SML って背中の長さを細かく調節することができるんです。で一応背中ここからハイドレーションも通せるシステムもあります。60リットルあれば十分な大きさだと思います。前回宝満山を登った時に40リットルのザックを用意してもらったんですけど、ちょっと入りきらなかったものもあったので、次自分でザック選ぶ時は40リットル以上のもので探そうと思ってました。上についている蓋はですね、トップリット M っていう別売りのもので、もともとはリュックこんな感じで単体で売ってるんですけど、別でこうやって接続することができて、これもね上蓋に荷物を入れることができます。そしてこれ単体で外れるんで、ウエストバッグにもなるものなのでアタックザックみたいな感じでも使うことができます。登山靴です。ツオロミーブーツ女性用ですね。ゴアテックスの防水、そしてこの裏が、モンベル独自のトレイルグリッパーっていうかなり滑りにくいグリップする素材。コロンビアのデザインがすごい好きだったので、コロンビアでもいろいろ靴を見たんですけど、海外向けのサイズ展開になっていて、ちょっと私の足に合うものが残念ながらなかったので、モンベルはね日本人に合うサイズのものをたくさん作っている日本のブランドなので、結局モンベルになりましたね。そして登山テントはステラリッジテント2型です。サイズとしては2人用のものです。フライシートは白色を選びましたが、かなりスケスケですね。こちらもね結構海外の UL 系のテントとか結構デザインがいいので、 MSR とかも欲しかったんですけど、やっぱりね日本の山一番あって耐久性が強くて、ほんとコスパから考えてもちょうどいいのがね結局モンベルのこのステラリッジだったので、もうこちらにしました。モンベルは強いですね本当に。もうアルプスに行ったら稜線上に張ってあるテントってほとんどもうモンベルのテントなんですよね。だからねちょっと被るのが嫌で別の買おうかなって思ったりしたんですけど、結局ステラリッジになりました。
はい、続いてアルパインカーボンポール S、 これめちゃくちゃ軽いですよ、そしてスモールハンド、まあちっちゃい人向けな感じですね。私はこのポールの重要性を日帰りで軽く登るときには感じていなかったんですけど、前回宝満山で重い荷物を背負ってかなり長い時間登り降りしたときに初めてポールを使わせてもらったんですけど、その時にポールって大事って身をもって実感したので自分でも購入しました。はい、そして水筒ですね、キャメルバッグエリープラスボトル 600ml です。この 600ml ぐらいのこの大きさが別売りでペットボトルをこうやって差し込んでおけるあのケースがあるんですけど、それに入るまあギリギリの大きさなんじゃないかっていうことで 600ml のものにしました。太いストローみたいな感じで吸うタイプですかね。この辺の利便性は何がいいとかがまだあんまりちょっとよく分かってなくて、使ってみて試していきたいところですね。でそれとは別にウォーターバッグ、水が入ってない時はこんな感じで丸めてコンパクトにできるっていうのが強いところですね。飲み水も足りなくなったらこっちから移し替えていくみたいな感じでやっていこうと思っています。はい、そして次ゴミ袋です。まあこれも宝満山行った時にテント内で食事をしたゴミとかって意外とただのゴミ袋にまとめるってだけだと心もとないというか、ちょっと漏れそうだし匂いも気になるしガシャガシャかさばるしで、なんか安心感がなくって、ヤマップのスタッフさんが山用のゴミ袋を持っていて、すごいね便利だなと思って、絶対ねあった方がいいよっていう風には言ってもらって、自分でも実際あこれ欲しいなって思ったのでゴミ袋を買いました。リュックの中に入らない時はこんな感じでザックの外にくくりつけておけるような工夫も入っています。これ本当に盲点だったんですけど、ゴミ袋ねあった方がいいです。大事な大事なカッパですね。いろいろ種類があって迷ったんですけど、ストームクルーザージャケット女性用、カッパがね一番服の中では高かったですね。この上だけで 22,800円とかだったかな。同じ種類のものと合わせるのが普通みたいな感じなんですけど、下はレインダンサーっていう種類のものを買いました。こだわるんだったらどっちかというと下のパンツよりも上のジャケットの方だっていうことだったので、下はねそのシリーズの中では分厚くてちょい重量があるけどまあ丈夫なものですね。まあ性能は全部普通に高いしちゃんとしてるので何選んでもいいんですけど、言うてねだってこれだけで1万ちょいですからね。で次がですねこれトレッキングパンツですね。日帰りの時は撥水性のあるキュロットスカート、なんか山ガールみたいな格好でそれにタイツを履いて身軽な感じで登っていたんですけど、秋口紅葉の直前ぐらいにのタイミングでアルプスに登ることになる、防寒をした方がいいっていうのと顔料帯を歩く可能性もあるので、できればズボンの方がちょっとした擦り傷なんからも守ってくれるということで、今回は長ズボンを履いていくことにしました。モンベルのビッグローン T シャツの福岡モンベルバージョンの T シャツです。柄は思わずこれを選んでしまったんですけど、性能としてビッグローン T シャツ、めちゃめちゃ速乾性に優れています。消臭もしてくれるっていうね、登山中めちゃめちゃ汗をかくんで、宝満山登った時もめちゃめちゃ汗かいてすごいねびっちゃびちゃになって、普通の T シャツはしんどかったんで専用の T シャツを着るっていうのも大事だなと思いました。アルファ米即席ご飯っていうのを食べたことなかったんですけど、山に登る時に一番重量が増してしまうのって食料だと思うんですよ。でなるべくそれも軽くしたいなっていうことで、即席ご飯をいっぱいちょっと持ってってみようかなということで買ってみました。これは試してみます。はい、でモンベルの購入品ラストがジェットボイルスタッシュです。これが今出てる一番新しいモデルのジェットボイル、最軽量のモデルですね。 200g 程度のもので、特殊な構造によって熱伝導率がめちゃくちゃいいということで、お湯がね速攻沸くんですよ。山の上って気温が低いのと気圧が低いのもあってお湯が沸きにくい環境だったりするんですけど、そういう時にすごく役立ちます。宝満山に一緒に行ったスタッフさんがジェットボイルの旧型のバージョンを使っていて、誰よりも早くお湯が沸いていて速攻ご飯食べてたんでいいなと思って買いました。今まで私が使っていたのが岩谷ジュニアバーナーっていうキャンプとかに行く人がよく使っているCB 缶をつなぐタイプだったんですけど、あれがね結
構重くて、宝満山登った時に食料とか一切入れてないのに15キロオーバーぐらいになったんですよ。機材以外で一番重くしてるもの、ガスバーナーとか、調理器具、こういうクッカーとか重くなっていて、でちょっとでもこういう調理器具軽くしたいなということで今回ジェットボイルを買ってみました。オーディ缶を使っていて、中に全部こんな感じでスタッキングできます。今まで CB 缶しか使ってないんですけど、オーディ缶デビューをします。はい、というわけでモンベルで買ったものは以上になるんですが、もうちょっと追加したいアイテムがいろいろあったので、主に石井スポーツっていうのが博多にあるってモンベルでいっぱい買った後に気づきまして、それでね、いろいろ備品とかをプラスで買いました。コロンビアでもちょっと可愛いのがあったので買ってみました。衣類になるんですけど、登山用の靴下ですね。速乾のものと、あと抗菌消臭作用があるものです。多分めちゃめちゃ汗かくんで、消臭抗菌作用ってすごい大事らしいです。で、長さが長くて足首より上まで覆える分厚いタイプのものが登山に向いています。で、これもコロンビアの系列でマウンテンハードウェアっていうブランドがあるんですけど、デザインめちゃめちゃ可愛くて好きなんですよ。で、店頭に売ってあったハットが可愛かったのでハットを買いました。防水タイプのハットです。防水の帽子は地味に大事ですからね。これも登山用の洋服になるんですけど、マウンテンハードウェアの女性用の白シャツです。これでしっかり登山用みたいで、速乾性があるものですね。 T シャツ着るのと変わんないぐらい快適だったみたいで、ちょっとなんかおしゃれな感じでライトな登山をしたい時とかいいかなと思って買いました。ヤマップストアで買い物した時も感動したものなんですけど、エバーニューのちっちゃい折りたたみ傘です。これがなんと 76g という超軽量で、すごいコンパクトなんですよ。山に行く時に傘を持つっていう考えが今までなかったんですけど、足場があんまり悪くないところ、急な雨とかだとパッと傘を差して進んだりすることがよくあるみたいなので、傘も必須みたいです。これはめちゃくちゃ軽いので全然1個持ってても苦にならない重さですね。一番これが大事だなと思ったものがですね、下着です。宝満山に行った時が真夏 で、あそこ低山なんで気温も全然下がんないんですよ。25度ぐらいから30度ぐらいずっと暑かったんですけど、あまりにも汗をかきすぎて、その時に肌着で着ていったのがユニクロのシームレスなんちゃらみたいな、よくみんなが夏に着てるタイプのドライウェアみたいなのを着ていったんですけど、あれも汗をかきすぎてびっちゃびちゃになりまして、もう全然乾かないんですよね。で、びっちゃびちゃになった下着をずっと着ていたら震えが止まらなくなっちゃって、暑いのに。これだからこういうインナーって高いものみんな着るんだな、大事なんだなっていうのを身をもって体感したので、いいもの買いました。これがですね、なんかいろいろ YouTube で調べてもおすすめしてる人が多かったのと、石井スポーツの店員さんからもめちゃめちゃおすすめされたんですけど、こんな感じでメッシュ、網目がすごい大きなメッシュ素材になっていて、ドライナミックメッシュっていうやつなんですけど、カップがついてるものとかついてないものとかバリエーションはいろいろあります。男性用もあります。これがね、すごい一押しみたいです。ショーツも登山用のものにしました。ファイントラックが出しているドライレイヤーっていうショーツですね。ドライナミックメッシュのショーツバージョンもあるんですけど、これ見ての通り網目がすごい大きくって、で結構きつめのサイズ感なんですよ、全体的に。でこれちょっと食い込みがすごくって痛かったりっていうのが女性の店員さん曰くあったみたいなので、こういうライトなタイプのものの方が後々楽だったりするよということで、下の方はファイントラックのこっちのタイプのものにしました。もう夏でも冬でも下着はこれにして、気候に合わせて上に重ね着していくっていうようなスタイルでやっていこうと思います。でこれを2セット買っています。あとは C2 サミットのドライパックですね。こう濡れた着替えなんかをこうざっくりと入れて分けるものなんですけど、何かとあれば便利。速乾性のタオル、これ1枚あるとすごい便利だよっていうのを言われたので、しっかりしたタイプの消臭速乾吸水性抜群のこういうタオルを買いました。ピザープロテクターの簡易バージョンですね。使い捨てのテーピング式のやつになります。宝満山行った時に、私の体力作りが足りてないせいでもあるんですけど、2日目の下山時にはピザガクガクになりまして大変だ
だったんで、一応サポーターを準備していった方が次はいいよなって思っていたところ、こういうのがあるって知らなかったんで、まあ、最初からいきなり高いものを買って合わないっていうのも残念かなと思うので、一回こういうので試してみるのもいいんじゃないかなと思います。次回から私はこの装備でたくさんいろんな山を登っていこうと思います。すべて合わせると20数万円ぐらいになっていると思います。そんだけお金かけてしまったので、長くね使えるように大事に使っていきながら、命を守る道具たちなので損はないかなと思ってますんで、この新しい装備たちで楽しんでいきたいと思います。紅葉シーズン始まります。山に入る人も結構多くなってくると思うんですけど、寒暖差がすごい激しくなってくると思いますので、皆さんも自分の装備しっかり見直してから山に登ってみてください。では今後アルプスから実際に登っている様子をお届けできたらなと思いますので、お楽しみに。ここですでに9月10月で信州の山をたくさん登ってきたリアルタイムの小粒がお邪魔します。実際に着てみた服装やスタイルはこんな感じになりました。で、現地のモンベルでさらに買い足しちゃったので追加で紹介します。アタックザックバーサライトパック20というやつにしました。やっぱね、トップリッチだけじゃ足りませんでした。リュック型があった方がいいですね。折りたためてストックをさせる機能がついているのが決め手でした。ダウンパンツとニット帽、稜線上のテント場や山頂はもう0度近くなっちゃうからね、防寒具大事です。音の大きい熊鈴、去年ケチって安い鈴にしたら鳴りが弱かったので、ちゃんとリンリンうるさい鈴を買いました。鳴りのいい鈴って地味にお高いんですよね。でもバリッバリ熊の生息域なので絶対大事です。モンベルじゃないけどパーゴワークスのカメラバッグフォーカスの M サイズ、これはね、ヤマップストアでのお買い物編の時から大絶賛だったものです。あの時は L サイズだったんですが、足元が見えづらい場面があったので今回は1サイズ小さい M にしました。交換レンズがなしでフルサイズミラーレス1台、インスタ360モバイルバッテリー、 GoPro の替え電池、ミニ三脚が収納できて足元も見えるサイズ感でバッチリだったかなと思います。最初の登山はカメラホルダーやサイドポケットを駆使してたんですが、やっぱりね、片側だけ重くて辛かったり、カメラが傷ついたりする場面があったので、バランスよく重さを分散できるフロントのカメラバッグが最強だなと途中でネット注文しちゃいました。ハイドレーション、水の補給方法は毎回試行錯誤していろいろ変えてみてるんですが、結局ストロー型の口をつけるタイプは個人的に私は合わなかったなっていう感じです。まあ、結果これが一番いいなとか、これはいらないなっていう自分なりの道具の選別やスタイルが変わってきました。今回は買った道具を一通り紹介するだけでしたが、実際に体験してみた上での私の山の道具やスタイルをまた改めてまとめようかなと思うので、後々動画作ったらそちらも一緒に参考にしてみてください。以上、リアルタイム小粒からでした。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。